夢ソーランエサシの皆さんです。北海道オホーツクエサシ町から参加をしております夢ソーランエサシです。今年のテーマは改心明道、両場に向かう男たちの荒ぶる心意気、丘で帰りを待つ家族の高ぶる思い、古き良き伝統と受け継いでいく命の尊さを表現し、皆様との究極の一体感を目指します。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。ご来場の皆さん、こんにちは。北海道オホーツク社長から、今年も参加させていただきました。本当に4年ぶりの開催ということで、皆さんのご尽力に、感謝申し上げます。そして、今日この会場にたくさんのお客様、本当にこんなにたくさんのお客さんも前で踊るのは久しぶりだなというふうに、踊る子も緊張しておりますが、あと残ること、お客の回数もだんだん減ってまいりまして、なんとか一回一回しっかりと演舞してまいりますので、どうか皆様の温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。夢ソーランエサシ、心一つ改心明道、夢ソーラン。エサシの海だよ。
皆さん本当にたくさんの声援ありがとうございました。